クルー、はい、クルメイト、キッチン、トマトマ、あああああ、よし、いいこと思った、いいですね、死んだりしないです、大丈夫ね、レイス、今回は生きてます、ウィス、はい、ウィスウィス、伊豆さん多分人外かな、伊豆さんがね、やりますね、まあ、いいですか、伊豆さん人外に見てます一応、いいえんや。バーガーしてただけやのに伊豆さん。手で長っ。ももちゃん。ももちゃん。ももちゃん。昇降機右のベントの上でトータスさん発見。ネロちゃんが無理です。ブリちゃんも無理じゃないかな、うん、そうだね、俺は宿舎前まで入れてないです、エンジンルームです、で、配線タスクに7個置いてきているので7個も無理、ゲンさんもコミュニケーションビッグキックあたりですれ違った気がします、はい、ゲン後ろ照明できます、私最後展望にいて伊豆さんの右にいてで、配電盤も開けていて一番左と一番右が下がった状態です、はい、その通りです、一応キッチンに藤宮くんを置いて、武器庫エンジンと僕は言っているので弁当がなければ弁当以外は否定できます、まあ、だいぶ前に抜けてるんですけど、僕は今、最終宿舎から金庫に入って今ダウンロード始めたとこです、あ、一応キッチンから武器庫に行く姿は七子さんに見てもらってるはず、エンジン配線してる姿は見た、藤宮さんが、うん、ごめんなさい、エレキで浮いててアルマさんとにしか会ってないっすね、まあサントスさんもほぼ無理だと思います、エレキにサントスさん置いてってメインシャワーのドアを僕が開けて、まあ、シャワー入ってシャワーの右奥くらいまで行って終わりくらいだから、うんうん、まあ登って弁当、まあやったら見つかっちゃうかなくらいの時間かなって印象です、うんうんうん、ほぼほぼ弁当か、まあ、ヌーン切るしかないと思ってるんですよ、なんでかというとアーカイブってもうずっと左側閉まってて、僕がタスクをやっていた横で停電になったから工藤さんがアーカイブの左のドアを開けて発見なので、ほぼ弁当かヌーンしかないっていう状況です、うんうん、ヌーンってどっちにあります、置いてないで右だと思う、ちなみに俺ミーティングです、右だったはず、左だったかな右だった、俺がね、あのね、昇降機左入って最後ミーティングのボタン前まで、ボタン前じゃない奥まで行ってるんだけど、右だったようなき、ないないないなって思った記憶があるんだけど、わかんない、右はず、伊豆7は、伊豆7、いや伊豆7、7校はさっき言った通り配線のところでブリちゃんに置いて帰るとかできない、で伊豆さんは、武器庫の方に入っていってるのを一瞬チラ見して、はい、で最後僕配電盤にいるとこをゲンさんに見られてます、あ、はい、そこゲンさんもずっと左です、コックピットにも入られたら見てるんで、ほいほいほい、伊豆7ぶりが藤宮って宿舎と金庫側の扉開けてる、どうだったかな覚えてないですけど、一応なんか宿舎と金庫側の扉が開いてて、うんうん、でリアクター左ってヌンが右だったと思うんだよって感じ、まあでも基本僕かアルマぐらい、あ、僕シェリフです、おお、ナイス、でかいね、うん、よかった、待って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 、右から2番目動きすぎだろ、俺かな、ね、分かんない、めちゃくちゃ勝ちあったけど、あ、いや、昇降機右で3人あるいずゲンガー、あー、いや、めっちゃ勝ち合ってます、展望デッキに3、あ、3突じゃねえ、誰、ネロちゃん、高田、ね、ネロ高田のかで、僕が一番最初、まあでも同じぐらいのタイミングで多分一周触った人がいて、多分それが俺かな、うん、一番最初、そう、あ、で右から2番目が4回ぐらい勝ち合いました、めちゃめちゃ勝ち合った、うん、あ、ちなみに一応、うん、まあほぼないと思いますけど、戸田さんがシリフル僕の乗っ取りをケアするためにも一番右をわざと下げてあげました。いやすごい手法や。そういう意味で。一番右を上がってたのを下げてあげたら、右から2番目がクッソ勝ち合ってたっていう。なので、
勝ち合ったの誰ですか結局。あ、僕も勝ち合ったと思います。僕も3回くらい妨害があったっていうことですか。いや違う、いや違う、格とか普通だと思う。普通の勝ち合えた感覚、みんなでせーの、そうそうそう、タカネロ、イズゲン、アル、この5人が触ってました配電盤を。うん、ネロちゃんって触ってたの？俺がない、なんか、いや、ネロちゃん場所言ってたからね。なんか配電盤に向かった時、配電盤側から一瞬被るように。でもネロちゃんが多分一番最初に右から2番目って言ってくれたから見てくれた、うん、直したと思って動いたの。ああ、はいはいはい、ああ、はいはい、どの道、まあ天然の話は置いておいて、初手切る、うん、うん、工藤丸さん視点でネロちゃんって弾けます？弾けますよ。うんうん、でかい。ネロちゃん視点、工藤丸さんは？まあセルフ以外ないって感じです。まあ我々。いやまあでもトータさんがもうずっとあの昇降機右にいたことになるので、どっちにしろ。だから。そうですね。なんかメリットがあんまなさそうな。あれヌンジャヒットの高田さんか工藤丸さんって感じ。リフト情報って結局確認した人いたんです。右にありました、右に。右だったんや。あ、誰かだったんや。じゃあ高田さんが言ってるのは合ってる。トータスが平原直しに行ったんじゃない。ああ、そうだと思います。はい、どっちにしろアーカイブからの侵入経路は絶対ないです。うん、なので工藤さんは結構白く見てます。メインベントベントかリフトなんじゃない、さっきの話。いや、トータスがね、平原直しに行くって俺ないと思うんだよ。ほうほうほう。なんでかというと、停電前に、停電前の状態に扉が閉まらないとダメじゃん、まず。で、扉が宿舎側と金庫側だけ開いてて、あ、なるほどね。いや、リフトが開けたから、トータスずっと何してたんだっていう話になっちゃうから、停電前。停電前、要は、ずっとミーティングにいたことになっちゃう。うん、でも、それだと、どっちにしろおかしくねえか？あ、藤宮がベントから出てきたんで殺しはしました。はい、あ、なるほど。あ、でもアルマさんリポートじゃないんだ。あ、いや、ネロちゃんが後ろから走ってきてたから、そうそうそう、ネロちゃんが真横で見てるから、もう藤宮角だから、初手キルはやっぱりトトさん、藤宮がその初攻撃左から右って切ってんだろうなって。はい、他伊豆な、なんてしたっけ、7個が切られたの。いや藤宮を僕が打ってます。あ、じゃあ、ダブルキル発生してるから、うん、あ、だから藤宮が切ったのは誰。あ、藤宮を切ったのはアルマがシリフで、アルマが切って、でダブルキルだから、そう、藤宮君が切ったのは誰。いや、分からない、分かんないです。ベントから出てきただけです。あ、そう、藤宮さんの位置はでも、あ、エンジンです。エンジンベントに出てきた。あ、そうですね、僕らがメインを通ってきてるから、キッチンから移動してきただと思います。うん、あ、そうなん。貨物でゲンさん残して、ハイブリシャワーが最終ですぐらいですよね。はい、私はエレキで一人です。え？高田さんエレキっておっしゃいました。無限エレキですよ、ね。だから、いや、でも高田さんエレキにいましたよ。高田さんエレキ。アルネロが高田さんを置いてってるからエレキ。あ、じゃあゲンさんと真っ向から対抗になる。俺ずっとエレキのどこですか？4番で僕らは見てますエレキの。うん。でも実際私がエレキ方面にいたのってハイブリさんしてるの多分確定だと思うんで、私が嘘つく意味って多分ないと思うんですよね。貨物の配線にをやってるゲンさんを残し、ラウンジアーカイブでシャワーでタスク2つやった状態なので、全然エレキにはいける。ゲンさんの場所、ね、俺最終位置ナンバーか覚えてないけど、バイタル見ようと思ったらまだコミサボの途中だったので見ずにそのままエレキに入り、天気的には6589アスタリスク上げ上げやってます。それで対抗になります。高田さん視点で俺とゲンさん合わないなんてことあるか。いや、わかんない、うん、僕らは高田さんを4番に置いてってアルネロでエンジンに行って藤宮を切るって感じです。数秒前だよ、しかもアルネロと会ってるのと多分そんなめっちゃ前じゃない、まあね、エンジンまで行ったくらいしかないですね。サントさんと工藤さんって位置出ましたっけ。コミマイツールで最後直そうとします。工藤はボタンずっといます。まあでファイブリさんはどうでしょう。最後シャワーです。シャワーか。あ、でも待てよ、スキップであれか、はい、原産マットとかもあった。原産ってでもさっきなんかあったっけ、あれガチャガチャの。で直します。原産マットはないと思う。あ、じゃあ俺何も直したいからコミサボ直しに行きます。私に入れた方で高田さんともう一人は。俺は入れた。原産も高田さんもマットないんだよな。コミサボ中だから。
いやごめんこれロラでよかったな、コメサボ中だったから。そういや申し訳ないです。コメサボ中だったから入れました。ゲンさんこのターンは入れる気ないです。コメサボ中っていう理由があったのに入れました。ロラで来たのか。確かにロラで来たのか。死人があってそのエレキ方面のロラをしようって話なんですか。あいやこれは食い違いだったから、のケール高田さんのケールとすれ違わないのがおかしいから。おかしいね。でもコミサボが終わったのでロラがなくなできなくなったんで、基本は釣らないでいいのかなと思ったんですけど。タスクきついですよね。でも多分いけそうっすか、うん、きついですよね多分、まあ、いいです。富士宮で一郎落ちてるから、でも一郎落ちてるでしょ。いけるい、まあ、一郎落ちてるから一旦待ってもいいかなとは思いますけど、まあでも富士宮が出てきたのさっきも言ったんですけど、エンジン弁当から出てきた、うん、なのでキッチンだと思うんですね 100%。 まあ1個の死体はね、うん、はい、だからそっちで詰めた方が、あそっちで詰めた方がじゃねえわ、死人があるかないかっすよねこの2人の。だからそっち側で誰どっち側の死人があったかによるね、うん、てかあそのあるネロはまあ白だと置いといて、タカゲン食い違いだと置いといて、ブリートスクドで白取れる人はいない感じですか誰かから。ないね。アルマ君とネロちゃんってメインホール、を通ってるよね。はい、だとしたら俺最終シャワーなので、アーカイブ脇の人じゃない限りは俺は死人がどっかからあるはず。俺がもしキルしてるとしたら誰かが通ってるはず。工藤さんってミーティングどうやって行かれました？宿舎前通路かエンジンで湧いて、でミーティングに2つタスクあったんで終わらしてずっと待機しました。アルマ君ってさ、あの俺貨物で一緒に湧いてるやん。はい、私だとネロ、あ、貨物は俺アーカイブ脇で、貨物じゃないですね、アーカイブだ。僕はメインで、あのトイレで一緒になってます。そうそうそう。で、ネロちゃんが貨物脇です。俺すれ違って、うん、金庫タスクやった後、貨物にゲンさんがいるのを見ているので、おそらくラウンジアーカイブシャワーメインって言ってるよね、二、うん、人は。あ、僕らは、僕はエレキから言ってますね。貨物。そっか。いや、でもどっちでしょ、確かにハイブリさんは。じゃあ否定できないな、ごめん。サントスってなんか直した実績あったっけ？ないです。サントスいっかマットっぽいんだよ。剣は伊豆さんからマットしてください。ごめんなさい。食い違いな上に俺と剣さんって配電盤に触れてた人間だから普通に。いやそうなんです。別にここもローラーでも普通かなと思うから。うん。あじゃあキルマチか。いやさっきのコミュの時にローラーしたかったら申し訳ないですわ。うん。キッチン。あ、ゲンさんが死んの？え？じゃあ、だからさ、すいません。違う、ちょっと待って。俺、ピンポスターでゲンさん来た勝てねえじゃん。っていう感じになるから。そりゃそうだな。まあ、逆論、あ、まあ、このシュラップ通らないっちゃ通らない。逆に理論みたいになるもんな。ゲンさんが死ぬのか？まあまあ、確かに。俺、釣られるな、これ。まあ、高田さん。ないんで、うん、もう高田さん釣りで終わってないもんね。ないんだったら安心して。いや、あいや、かよう考えて、俺が原作言うと思う。知らんけど。逆に理論か。これ、どこれないな。そうっすよね。だから、高田さんインポスターの佐藤さん、マットぐらいしかないですよね。今のさ、うん、今までの話、うん、今回停電直したの誰？ん僕です。ネちゃん展望で。あそうか、高田さんインポスターしかないのか。人外だったら、そうそうそう、あの5人で直してる時にいたもんな。そう、高ネロが展望で、アルイズゲンが初期右か。そう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 、まあ、一応話合わせてる可能性はあるっちゃあるのかぐらいか。でも伊豆さんじゃないや、ネロちゃんより先に停電のとこにいたんすよね。いや、俺が先にいたと思うけどな、多分。あの時に停電来た時ってどういう順だったんですか？あ、展望は知らないです。初期右はアルイズがほぼ到着の源さんが後ろって感じ。俺が一番最初に触ってる自信はあって、一応真ん中から、右に3つ直したら、誰かが右3つ上げちゃってみたいな状況があったので、高田さん多分それ見てないと思うんですよね。あの一番右とその隣が勝ち合ってた情報しか高田さんから出てないので、だから俺高田さんの順で展望に行ってるはず。
だけどどっちにしろもう高橋さんインポスターしかないこれです。いや分かる分かる、そういう理論になるのめっちゃ分かるよ。それしかないですよ。でも高橋さん目線白ってことですか。いや 俺が白だから。そうですよね。ただこれ誰だ、え高橋さんがクルーの場合ってすごいな。うん、ラインちょっと待って、これいやでも結局さ、これ高橋さんが白だ場合ってインポスターじゃない場合って誰かとのラインが成立してんだよな。いやまあでもアルネロはもう弾いてほしいです。でだから結局ブリサントス駆動のこの、いやそうだから、実績がないサントスがマットでインポスター誰しかないですよね。だからまあ浮いてるっちゃ浮いてるんだっちゃうんですけど、でもハイブリさんあんま追えないんだよな俺の目線で。ハイブリさんは僕らがエレキとかバイタルにいる間に被害者がメインから右に行くパターンのみ切れできます、うん、終わんないの。サントス駆動がいるからどっちかキルしてたらレポートできるので降りる。なんないよね。お、ノット。降り？降り？うーわマジかー。んうわ、しかそこ死ぬのか。こんなん分からん。マジか。リアクターってアルマくんが直した？右側。あ、右側僕が直しました。ヌーンで移動してるよね。で、左に駆動くんが直してて、で、ハイブリーはミーティングボタンないけど、タスク優先させてもらって、サントスさんと駆動くんが左にいたから、降りてキルされてたらレポートしようと思ってたら、誰もキルされてなくて、直ってアルマくんが右から来たから、ぼーっとしてた。とりあえずタスクってあと3ですけども、どうです、1分で。僕は絶対次で終わります。僕終わりました。あと4、あと3ですけども1分で終わる3です。クロマーさん1分で終わります。いや多分無理だと思います。ラウンジぐらいに3つと初期のベントが1個。うーん、距離的にきついです。うわこれは初期のベントって左側。はい、じゃあ今ヌーン左から右に来てるから、右から左に来てるから1分いけんじゃない。うん、マジっすか。ラウンジよね。ラウンジの方っすね。ちょっと間違ってたらごめんなさい。うわーこれはむずいな。あれニキルの時工藤さんがミーティングって言ってましたよね、うん、そうです。コミさんも直んなかったね。全然ニキルの時ってサントさんどこだったっけ。私がコミはツルで直しに行ってます。あ、全員浮いてる。いや、嫌なとこ持ってかれたな、これ。まあ、なか。こんなん分からんな。多分無理だな、俺。タスクは。これ、工藤君、ボタン押す意味あるのかな。いや、そうなんですよね。工藤丸さんが一番心象はいいです。なあ。いやーこんなんあんまんねー。いや釣りで行ってほしい気持ちあります僕は。多分間に合わないですこれ。私も工藤さんは心象いいけどな、消去法ハイブリさんだけでも分かんないな。そんなに決定的ってわけじゃないですよ。決定的釣りって言われたら三藤さんに投票します。うんうん、任せるよ。どっち。いや行きますか。タスク無理なんだったら釣りましょう。じゃあタスク無理。あー厳しいな。いやー怖。まあ、サントさん、霊界だったら、もしあれだったら、タスク頑張ってください、工藤さん。あー、よかったー。怖すぎ。すごい。惜しい。怖っ。すごい。いや、高田さん、ごめんね。もう、切れる人がゲンさんしかいなかった、あの場面。いやいや、全然全然。いや、でも、あれで高田さんするまでは綺麗な流れだから。めちゃめちゃ綺麗な流れ。すごいな、これ。怖っ。マジでビビった。いやー、勝てそうだった。2回ビビった。で惜しいな、今の試合、マジで。うん。いやー、よかったな。
いや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 、ドキドキした。じゃあボタン押せよかったな。いや最後ハイブリさんの可能性も全然あったからな、メインから右に被害者が抜けてるパターンも。そうよね、怖え。え、サントスって俺のマットってつながってたの？どうなの？あ、いや、ゲンさんと殴り合ったのでマットかなと思いました。ああそれでか。あれで、うん、あ、なるほど。よしよし、じゃあ行きますかね。はい、お願いします。